2番目の演者をご紹介します。建築設計事務所、コックスアーキテクチャーのラッセル・リー様です。本日は建築家の視点から各施設のデザインを中心にお話をいただきます。また、本日は写真を中心とした発表となりますので、配布資料はございません。前方のスクリーンをご覧くくださいいそれではは様様よろししお願いいたします <Good afternoon. S 3> 皆様こんにちは この機会をいただきましてありがとうございますお話していきますこと大変嬉しく思いますデザイン設計の側面についてお話をしたいと思いますシドニーオリンピックパークでは私どもが設計をしましたそしてレガシーとして残りました建物についてのお話をしたいと思います今日二つの会場についてまず一つ目はアクアティックセンターそれからもう一つがオールフォンズアリーナですけれどもこれについてお話をしたいと思いますアクアティックセンターが完了しましたのが1994年ですこれは 国のシドニーのアスレティックセンターと一緒に作られましたこの設計と建設両方ともシドニーオリンピック招致に成功する前に完了しております両方ともコミュニティ及び州のニーズに応える形で設計されましたそしてまたオリンピックの種類の大会の要求にも応えられるようにして 行われましたオールフォンズアリーナというのは1998年設計完了しております2年前でありました多目的のための会場ということで室内のオリンピック競技が開催できるような形にしております場所ですけれどもシドニーオリンピックパークの中にありましてスーザンの方から先ほどご紹介がありましたこれはシドニーの中央商業地区から16キロほど西側にいたところにあります。現在 シドニーの中ではこれは地理的なまた経済的にもシドニーの中心地というふうに考えられるようになってきていますコックスはいくつかの会場に関与をしておりましたシドニーオリンピック関連で関与をしておりましたまずオールフォンザリーナこれは体操およびバスケで使われました そしてアクアティックセンターこちらはスイミング水泳ダイビングウォーターポロそしてシンクロナイストスイミングの会場となっていますまたシドニーオリンピックパークスポーツセンターこちらは卓球とテコンドーの会場になっていますシドニーアスレティックスセンターこれはこれは メインオリンピックスタジアムのウォームアップセンターになりましたまたトレーニング会場にもなっておりますそれからシドニーショーリングこちらはオリンピックの野球および近代五種の会場になっていますまず一つ目のケーススタディですがオールフォンズアリーナですこれは当時はシドニースーパードームと呼ばれていました施工が完了しましたのが1998年 PPP 官民パートナーシップで民間が1億ドルそして州政府が1億8 0 0 0万ドル投入をいたしました民間の方がその後施設の管理運営を大会後に行っていますこの1億8 0万ドルの予算の中には3500台の駐車場も含まれております隣にありますこれは世界の トップのののアリーナの中の1つと数えられていますオールフォーンズこちらの方のイベントフロアの規模は40メートル ×70 メートル座席の数は固定座席が1万5000、稼働座席が3000です、さらに3000を増やして2万1000にまで増やすことが可能になっています。もともとは環境イニシアチブに合う形で作られました。シドニーが 最もグリーンなオリンピック大会を開催することができるようにということですそしてまたオーストラリアのナンバーワンの室内ベニューにするということで作られましたスポーツやエンターテイメントのためですコンセプトですけれどもスポーツのすり鉢状にしてその上にベランダの形でつけておりますこれはさまざまなサポート施設のための 流れを可能にしていますで、その屋根ですけれども柱、横環状の柱で支えてそれが実際のこのすり鉢状の構造物に繋がっていますクラブレベルという座席がありますこれはよく見える座席になっていますまず最初に設計を始めた時そして建設が始まった後オリンピック当局当 当局は実際にプログラムを変えまして競技のプログラムを変えたわけなんですけれどもいかにこの会場が設計が柔軟性があったかということがわかるかと思います最初はハンドボールとそれから体操のために設計したんですけれどもその後は体操とバスケットボールに変えられましたこれに対応することができました組織委員会がプログラムを変えたわけですこのような会場これほど柔軟性があって対応できるということですから 仮説という意味でも最小化をすることができましたつまり簡単に体操第1週間目にやってその後2週目はバスケットボールの会場に帰ることができたわけですあまり時間を損なわずに混乱をさせずに転換をすることができました大会後ですけれどもシドニーというのは室内スポーツにとって素晴らしい場所ということではなくしかし ここののの会場場ととといいううは市にに活用されておりますすエンンターテイメントを使のために提供するということで,すですから主に何に使われているかといいますとコンサートです室内ではそしてその他のエンターテインメントイベントさまざまなショーが行われていますアイスショーなどスポーツでも使われておりますけれども全体のイベントの10%未満ですバスケットボールとかネットボールとか。 世界のネトボールの選手権が今年開かれますそしてテニスでも使われています一般的にこの会場でこういったものが使われていますまたその他のイベントにもこの会場は使われておりますけれども最も面白いそしてちょっと驚かれるかもしれませんけれどもどういう目的かと言いますと宗教集会で使われているということでこれ記録的な 2万1000人以上が集まるという数字を記録をしていますその他の集会や大会などでもこの会場は使われています2つ目のケーススタディですがそれはシドニーアクアティックセンターですこのアクアティックセンターが竣工しましたのが94年ですアスレティックセンターと一緒に作られましたで、これはデザインビルドという契約型であります今提案されているものとは 違うとアクアティックセンター日本のアクアティックセンターで提案されている形態とは違います。フィィィビリティスタディというのは実際の主たる受注の時より早く行われたわけですけれども非常に重要な決断がその時に下されました。つまりこのセンターはただ単にエリートのパフォーマンス施設とするだけではなくって。 コミュニティのレジャー施設も入れましょうということを早い段階で決めていますそのためにアクアティックセンターには4つの主要なプールがありますまずダイビングプール50メートルプール50メートルのウォームアッププールですこれは柔軟性のあるフロアがありますのでさまざまな活動ができるようにしていますそしてまたレジャープールもつけてありますこのレジャープールというのが最も重要な側面だと言えるでしょう 収益を生むという意味でですよく言われるんですけれどもこの会場の施設改善をするべきところがあるのであればレジャープールをもっと大きくすべきだったというコメントも寄せられています。この設計に盛り込みましたのはレジャーガーデンをレジャープールの外側につけようということでアウトドアの水のファシリティやその他の活動がここでできるようにしようと。 というふうふに考えられましたでは設計のコンセプトですがこれは基本的に長期のニーズに応えようと州の長期のニーズに応えようということで財政の持続性も必要です建築的には主要な盛り土が作られましたこれ左側失礼西側です。主要な要な素 機能は2つありますまず1つ目は汚染された土壌をカバーをするということですこれビルの建物のすぐ隣にあったわけですけれどもこれをカバーしようということそれから将来の仮設座席の土台にするということももう一つの目的として機能が期待されましたこれが左側の壁の写真なんですけれどもなぜこれをお見せしているかといいますと、まあ、素晴らしい建築場の 要要素ででではあるるわけですけすすどもかななり重要な機能を持っているんですこの屋根,屋根はシンプルなアーチ型になっていまして80メートルのを渡っていますでこれがこの素晴らしい大きなアーチによって支えられているんですけれどもちょっと一歩下がってアスレティックセンターの方から見ますとこのシドニーのアクアティックアーチが手前に見えてシドニーハーバーブリッジが後ろに見えるんです。非常に似通った シーンということになるわけですけれどもこの壁全部全くサポートを必要としていないということですから簡単に取り外すことができるんですつまり座席を追加で設置をすることが簡単にできるのです壁を取り外すことによってで、この盛り土ですけれどもこれによりまして美しい建築的な 経験を提供することができていますまず入,れ入り口ですけれども一般の人たちが入る入り口これホラーなを入っていくような感じでありますですからここを歩く人たちというのは非常に圧縮された気持ちになるわけですけれども通り過ぎますとこういう素晴らしい空間に出てくるのです大きなスウィングホールが目の前に出てくるわけですこの入り口によってまあ観客この競技のホールと それから一番端このブリッジを越えますとレジャー施設があるんですけれども区分されていますですからこの施設が2つの機能を同時に果たすことができるのですつまり競技が行われていてもう同時にコミュニティは使い続けることができる地域の人たちはレジャー施設の方を使い続けることができるという設計になっています。当然 このオリンピックの仮設の主要な要素としましては追加的な座席ですこの建物の設計ですけれどもオリンピックの例えばさまざまな観客の動きとかアスリートの動きなどを区別をするという要求に応えておりますけれども座席というのが大きなチャレンジでありました4000座席これが既存のモードでの座席数なんですまあこれだけの座席が あればナショナルおよびインターナショナル競技に応えられるであろうということでありましたしかしオリンピックとなりますと増やさなければいけません1万席以上を追加しなければいけないということになるわけですそこでどうするかこの設計はこれを可能にしましたそれも最低限のインパクトでできるようにしたわけです追加の座席をつけることができるようにしたわけですそして大会後は簡単にそれを取り外して他のところに持ってって利用することができるようにしたわけです大会後に 実際この仮設の座席を高級座席に残そうということが決定されましたのでこの容量は8,000座席が今高級座席として残ることになっていますレジャーセンターですけれどもオリンピック大会中は水が抜かれましてそして仮の板がその上に貼られましたこれがプレスメディアセンターとなったのですです。ののでわざわざざ仮設の 建物を建ててメディアセンターにする必要がありませんでしたそれから人の動きですけれども非常にうまくいっておりますまずプレスマスコミ VIP これは建物の西側で別の入り口別のアクセスを持っておりました垂直に区分けもされています つまり競技者や役員はその下の階を動くとそれから一般の人たちはみんな東側から入ってきまして東側に座席を持っているということですからちゃんと区分けが行われているわけです区分けがキープされています大会後ですけれどもこの仮設の設備が取り外された後それでもまだ競技に使われておりますけれども利用の大半はトレーニングやその他のコミュニティの利用です ただ単にエリートのアスリートだけではなくコミュニティの住人たちもこの施設を使うことができるのですそしてレジャー施設がこれが何と言っても一番魅力があるとこれに一番人が集まってきていますオリンピック大会中このセンターはだいたい120万人年間利用していましたけれども当時は。 今もう15年経っておりますけれども実際この数が上がりまして25%も増えまして今年間に150万人がこの施設を利用しています楽しみのために来ているわけですこれがオリンピックの会場だから来ているだけではなくって本当に素晴らしい施設だから来ているのです座席ですけれどもあの仮設の座席取り外されまして他のところに移されました100 100キロほど離れたところですそして新しい正面観覧席として設置されましたこれはシドニーの南の郊外にあるところでありますこのシドニーのこの地域において必要なまそれだけの座席を提供したわけですこのような私どもの経験このような例 共有させていただきます機会をいただきましてありがとうございましたシドニーオリンピックの状況でこのようなことを我々経験をしたわけですけれども日本東京でもこれから検討される上で有用な情報となることを願いますありがとうございましたリース様ありがとうございました